アイテム番号。SCP-9、オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。対象は少なくとも容積14立方メートルの耐熱合金性格納タンクに封をして収容しなければなりません。SCP-09 が0度を超える温度にさらされるような状況は試験中でもなければあってはいけませんし、また、日常環境下では液層の物質が個層にあるもの、特に凍った水、は対象の収容エリアから30メートル以内にあってはなりません。対象の格納室には温度計を取り付け常に監視し、少なくとも30に上強化した冷却ユニットで冷蔵します。センサーや冷却システムの不調はすべて即座に報告し修理してください。いかなる時でも収容エリアの温度が5度を上回ることがあったら、格納室を即座に閉鎖し、それから冷却剤の注入温度がマイナス30度から25度の間に戻るまで続けてください。職員が中にいる場合には必ず収容エリアから空気を抜いてください。また、水蒸気はすべてろ過されなくてはなりません。ここで上述したのと同じコンディションを少なくとも2次猶予時間保ってください。SCP-09 の特性を示す気化物は可及的速やかに隔離し収容エリアに戻してください。対象の調査あるいは観察をするすべての職員は対環境スーツを着用しなければいけません。すべての職員は格納室を出るときにすべての装備、研究資料、その他 SCP-09 の格納室に持ち込んだ物体について、脱水を受けなければなりません。汚染が発見された際には物質であれ職員であれどれも外に出すことは認められず、収容エリアのレベル2閉鎖を開始することになります。どうしても必要なケースでは決死部隊の編成を是認しますが、しかし全ての保安部隊はターゲットから可能な限り遠くに止まることが強く推奨されます。これは SCP-9 に汚染された幽体と接触する可能性を最小限にするためにです。説明 SCP-9 はおよそ3700リットルの物体であり、いくつかのユニークな特性を見せます。その物体は少量では、どの層でも、通常の水と同様に無色ですが、ひとまとめにすると一目でわかるくらいに深く赤い色味を帯びます。しかしながら、その最も特筆すべき特性は、装填移転での SCP-9 の反応が普通の H2O と正反対だという事実です。その物体はマイナス1度から0度の温度で液層を取り、それ以上の温度で個層に転移します。100度以下では SCP-9 は水蒸気と似た個層へと気化しますが、高圧下では赤く発色したままになります。SCP-09 の原子構造について検査したものの解明には至りませんでした。試験結果の示すところでは対象は普通の水と同じ水素と酸素の組み合わせで構成されており、研究者にしてみれば対象の特異性は原子そのものに由来するのかもしれないと仮説を立てるくらいしかできません。博士の示唆によれば、対象は物理法則が反転した別の現実に由来するか、あるいはそれに変容させられたりしたのかもしれない、とのことです。そう考えることにも、SCP-9 の際立った能力である、自然の水を、同化、する能力を考慮するなら理があるかもしれません。任意の水溶液、氷なり塩水なり大気中の水蒸気なりでもいいですが、と物理的接触状態に置かれると、SCP-9 は、展開、至上術溶液治癒の H2O を汚染し、その結果対象の特性が発揮されることになります。この性能はどの層でもあるものですが、観察されたところによれば最も進行が遅い、それゆえ最も収容しやすい、のは液晶でになります。対象が生物熱源との接触に至ったら、反応が暴走し始め、生体組織内の体液は速やかに SCP-09 に変換され、体温で即座に溶結します。一般に深部体温が高いため、哺乳類はことに影響を受けやすくなります。SCP-09 は溶結時に熱を、自然の氷が溶融時に熱を吸収するのと同じ割合で、生み出すので、このプロセスは自発的に進行し、変換できる水分をすべて変換しきるか、外部からの干渉で停止させられるまで続きます。D クラス職員に対する実験の結果により対象が変換を行うプロセスをうまく説明できます。これはいくつかの段階にまとめられます。1. 初期被曝、被験者を SCP-09 にさらすと、まず被曝表面、普通は皮膚、に存在する水が SCP-09 の特性を示すものに変換され始めます。
霞、霧、雪あるいは何であれ湖層あるいは湖層の水が存在したなら、このプロセスは大いに加速します。2. 表層変換、被曝領域に薄い霜層が形成されますが、これは体温及び SCP 級の温度が氷点以上に上昇したことにより生み出された熱によります。この段階の進行には5分から1時間の間の任意の時間を要しますが、かかる時間は犠牲者の体温によります。この時点で、表皮の最初の層まで氷結は進行し始め、すぐに性細胞、性細胞に到達します。3. 深部組織変換、SCP-09 の温度が指数的に増加する結果、被害者の体中に結晶が展開し、広範囲に及ぶ細胞内部構造への潜航が結果します。潜航傷を結晶が埋めてしまうので小児の失血量はこの時点では最小限に止まり、最大で、時間まで被験者は生存し意識を保ちます。4. データ削除済み。5. 死亡、結晶化の浸透による多臓器不全と失血によります。D クラス職員に対する試験は2000年年4月23日以降中断しています。保育回収状況対象はアラスカ州、にて11年05月19日に発見されました。財団は原住民の族から報告を得た後関与を開始しました。報告者はズタズタの死体になったアザラシ狩猟者の一団と出くわしたのですが、見たところ彼らは村から、キロメートルのところでナンパしたようだったそうです。犠牲者は全員赤い氷の中に閉じ込められた状態で発見されました。死因は最初の出血と記録されました。顔にそれほど損傷がない犠牲者には、混乱と激痛の表情が観察されました。推測するに、そのエリアは気温が低かったから氷結プロセスは遅くなったものと思われます。そうだとすれば変換し終わせるまでの時間は、時間に長引き、データ削除済み、までの間、犠牲者は意識を保ちます。ホイ2000年年12月16日、追って通知があるまでは、実験目的で SCP-09 を過冷却することは認められていません。液化窒素だけを、調整された量の対象に対し、許容可能なレベルの温度に達するまでは使用しても良いとします。関連注釈、SCP-09 が常温核融合の研究に応用し得る可能性については評価審議中。